私たちはアミンチュを応援しています。この番組はリアライフボーンフリーの提供でお送りします。無料カフェでお住まい探し、40種類以上の飲み物とタッチパネルで物件チェック。大津でお住まい探すならリアライフへ。アミンチュ古代発掘プロジェクトパート4。行方不明のロボのお父さんも化石を探していた。困惑するロボをよそに、ついに発掘場所での作業がスタート。まずは草木を刈り、地面が姿を現した。いよいよ土の中に調査の手が伸びる。ロボです。なんだかすごいことになっています。前回草を刈った地面はショベルカーで削られ、土がむき出しに。大きなショベルカーはみるみるうちに地面を剥がしていく。すごーい、カカ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 、かっこいい。ちゃっかりショベルカーに乗り込むロボ。ショベルカーが剥がした地面の下から灰色の層が現れた。これは粘土。伝説の発掘スタッフの一人、小早川先生は、ここは大昔沼地だったのではないかと語る。沼地とか湿地でちょっと水が干上がった時にひび割れができますよね、あの模様で。その模様が多分これやと思う。実はこのひび割れが大発見の前兆なのだ。そういうところは足跡がものすごく残りやすい。半乾きのようなところが、ね、一番足跡としてはきれいに残る。もしかしたらいきなりゾウの足跡を発見できるかもしれない。待ちきれないというように調査を始める小早川先生。なんとこの試掘の間に早くも化石を発見してしまう。小早川先生、化石が見つかったんですか？先生、化石ってどれですか？先生。興奮で足をもつれさせながら先生に駆け寄るロボ。ほーれ、海の化石です。一つ、二つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ。発見されたのは皮脂という植物の実の化石だった。慎重に粘土の中から化石を取り出す。今の皮脂とほとんど変わらないね。古代の種が今ここに
代の植物との遭遇に感動を隠せないロボ、ね、ちょっと向こうの方の、ね、沼にもねたくさん石は生えています。見つかった石は池や沼に生える植物だ。ということはだからここが昔、ね、沼地であったという証拠になるわけです、ね、先生の仮説は間違っていなかった、ね、ここが古代の沼なら沼に沈んだ動物の骨が化石として残る可能性もある。土を探る手に力がこもる。みんなの熱意に応えるようにさらに古代の植物が姿を現した。アケボノスギことメタセコイアの化石だ。180万年前の植物が眠っていた古代の土、掘り進めればさらなる古代の宝が現れるかもしれない。180万年前の沼の土を今僕が掘ってる。すごく不思議な感じです。お父さんもこんな気持ちで化石を探していたの。お父さん、カンピュージーの古代像の謎。いやいきなり化石が見つかりましたな。びっくりでございます。さて今回見つかったヒシという植物は水草の一種なの。またどちら様。ヒシ型の葉っぱが生えるの。そうでございます。忍者が投げるまきびしもこのヒシの実なのでございますよ。へえ、そうなの。物知りなの。それほどでは。じゃあね。もうおしまい。またGの出番が。カピョいきなり化石が見つかり勢いに乗る発掘プロジェクト。次回またしても大発見。早くもアケボノゾウが姿を現すか。次回もお見逃しなく。そろそろボーンフリー。そうですね。そうですね。親子も楽しいボーンフリー。この番組はピアライフボーンフリーの提供でお送りしました。